よいしょ。じゃあやりましょうかね。はい。カメラが。こうかな。こんなもんですかね。はい、やっていきましょう。インサイドの、おそらくこれが最終日になると思います。チャプターの数からするとそろそろ後半のはずなので、多分ね、残り3分の1ぐらいだったと思うんでね。コメントついてる。はい、あとね、Team サマーセールで結構いろいろ買ったんだけど、それらもちょっとテストプレイしたいんだけど、とりあえずはインサイドやっていきましょう。よし。かな。うん、大丈夫ですね。はい、じゃあここから。これはなんだっけ？落ちたら、あ、落ちてこうか。お、やばいな。疲れる。あ、そうか。ここで詰まってたんだ、前回。どうするんだっけな。こっち落ちたら、もういるんだよね、これ。やばいやばいやばい。そうだ、これなんか、わかんなかったんだ、これ、前回。わかんなくて詰まったとこだ。あれかな、スイッチをしてすぐ上に上がればいいのかな。どうですかね。進捗どうですか。ああ、どうも、グッドウルブさん。このビルどうなってるのかか。そう、なんかさ、外なのか中なのかみたいなさ。とりあえずこっちになるべくおびき寄せといて、とりあえずスイッチを押して、すぐくぐろうとしても無理だから、スイッチを押したら一回浮上するか。スイッチを押して、一回浮上。いやー、間に合うか。え、間に合わねえのこれ。あれだな。ちょっと俺の操作ミスがあったっぽい感じもする。これさ、十字キーで動かないからさ、なんかこのアナログスティック、この、アナログスティックにね、慣れてないんですよね。場所が悪い、アナログスティックの。今更デバイスに文句つけ始めるんだけど。ほい。これで、今多分この穴のすぐ下にいるから、もう一回こっちに、引き寄せられないか。来た来た来た。よし。
これでいけないか。お、いけた。ちょっとどうなってるこれ。ああ、間に合わねえか？間に合わねえか？ギリ間に合わ、あ、しかもあれか、上じゃなくて下か。待てよ。わかった。そう、十字キーで動かしたいんですよ、こういう。斜め上とかさ、入力しねえからさ。わかったぞ。これは、一回、ガコンで、上に行って、こうでしょ？次、潜った時に、またスイッチ入れればいいんじゃねえかっていう。来いよ。来い。来いよ。やばい。おいー。で、次は、あー、間に合うか？間に合った。まあ、やってみると単純。釣り。そう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 。釣りの概念ですよ。結構水質いいですね、この辺は。あんまり汚くなくない？お。これでようやく体温が、お。What the hell？あれ？死なないの？これ。あ、なんか、ずっと続いてるんだけど。What？ めっちゃ深いな。え？でもった。え？え、終わり？もしかして。え、こんな深いの？なんか光ってるんだけど。あ、なんか光ってるロープがついてますが。え、何ですかこれ。What？ え、めちゃめちゃ深いな、おい。あ、海底が見えてきたか。なんか外れた。魚だわ。あ、なんかこれ、トレーラーで見たことのあるシーンというか、魚が泳いでたな、あれ。おおおお。下になんかあるぞ。What？ 海底だ。生き返ってる。これ上上がっていいの？これ。え、これ何？この光ってるのは。え、あ、なんか水死体が他にもあるぞ。水死体がついばまれてるじゃないですか。水死体が。どうした？主人公。急に。これ、水じゃない？ LCL これ。なんすかこれ。これあれかな、リンボーとかと同じで、実はもう死後のビジョンだったりすんのかな。うわー、なんか、どうなってんのこれ。死なないのこれ。
あ、でも電気が通ってるとこもあるんだな。住んでるからなおさら死を意識する。あ、そうですね。いいコメント。おお、なんすかこの巨大空間は。待って、上に光があるってことは、上に穴があるんじゃないか。ちょっと下見てみるか、どうせだから。なんか開いた。なんか水が出てきてますけど。上どうなってんの？上は？あ、ここガラスかなんかなのか。なんか上行けないですね。話が進むときのアンビエント。そう。謎ラボですね、マジで。これ、ここ入ればいいんだな、多分。入るぞ、俺は。この野郎。入るぞ。入った？入った。ああ、なんか回転したら死ぬなと思ったけど、本当に回転し始めたわ。こう言って、あ、やべ。何これ。リトライ箇所が、そう、進むっていうのはやっぱそれ大事なことですよね。さっきハードコアメカ見て思った。ちょっとダリーよなーと思った、あれ見て。あれ、回ったり止まったりしてくれるんかな。あ、そっか。この水流が来てる時っていうのは、回転してないか。してないな。こっち正規のルートじゃないとかかな。止まってる時に泳ぎ切れるかな。あ、これ掴まれるんだ。なるほどね。じゃあ、この、これわーっといって、まだだぞ、まだだぞ、まだだぞ。で、掴む。よし。ええー、ビビったー。これ上に上がれる？あ、上がれた。この主人公もうどうなっちまったの？人間を超越してしまったのか。もう死後の世界なんじゃない？これ。それともあれかな？なんか体に変なケーブルみたいのついてた時期があったから、あの時になんか改造が施されたりしたんかな？お、なんだ？下あるぞ、下。え、こっち、あ、どっち正規ルートだ。わかんねえな。ちょっと行ってから戻るか。ちょっと一回戻ろう。いやー、グラフィックいいな、おい。今のグラフィック良い。どうやらこっち正規ルートですね。じゃあ、下を見ていこう。
もう主人公全然水の中で苦しがってないもんな。なんかあれか。アンロック要素だ、これ。これは登れないか？あ、掴んだりもできない。なるほどね。上から飛び降りる場所があるはずだな。わあ、やめてくれ。やめてくれー。なんかダイヤル回すんだな、多分。ダイヤルじゃねえ。なんていうの、これ。ハンドル。ハンドルを、回す。え？いや、これ無理やね。こうですかね。いや、ちょ待て。なんか解決になってない気がするな。で、これを下げたところで一体何が、あ、しまった。さっきと、また同じミスを。また同じミスを。違うんです、これは。違うんです、これは。打ってみろ、ほら。打ってみろ。これ低くしたところであんま意味なくない？つかめないしな、登れないし。どうすんのこれ。いけっかこれ。無理だろう。え、この上がないし、しかもはしご。はしごつかめんのかな、もしかしたら。はしごつかめるかもしれんな。あ、これ光に追いつかれるか。あ、つかめない、つかめないんですけど。謎の空間。 水平回転水流。 プラネタリウムの、あ、そうですよね、あれね、光が出てくるやつね。隠し要素の変なギミック。これ以上回んねえのこれ。
研究レベルが上がんないんですけど、ちょっとしかあれに触れられないから。なんか後ろのでっかい歯車が回って、それ以外の変化はない。あ、これ下がってきたら何が嬉しいの？これ、なんか嬉しいことある？これ、あ、上げることもできる。あ、上げることもできると。上げたら嬉しいかもしれないね。上げたら、もう一番上まで上げると、ちょっと待って、上げれば上げるほど、光をね、こう、遮るこの場所が、もうちょっと回していこう、これ、もうちょっと回していこう。こうやって。これいけるだろう。これぐらいだったらいけるだろう。こっから上がれないんかーい。やばい。じゃあ、戻してどうする？戻さない、戻さない。ぐりぐりぐりっとやってやね。こうやね。え、これ、上がんないのどうすればいいんだよ、これ。ちょっと待って。ああ 待てよ。あ、あれに飛び移ればいいのか、回転させて。ああ、わかった。すべてわかった。違うんです、これは。何がどう違うのか。違うとか正しいとかいう概念ないからな。もうだからこれ、グリグリーとやって、なるべくもう右に寄せて、はしごからこの回転する台にですね、飛び移ればいいわけですね。はい。こういうことよ。お前の身体能力見せてみろ、お前。ダメかよ、お前。もうガコンって言ったからにはもう正解でしょ、これ。ガコンっつったから、なんせ。逃げろ。ここは大丈夫。あれ？隠し要素は？あー、なんかこの辺、多分この真下ぐらいだよな、あの隠し要素。この真下ぐらいか？いけたんじゃない？あれ？ねえ。隠しがねえ。あれ？ねえんだけど。てかこれ、ただの正規ルートか、これ。あら？こいつはイージーだな。溶けた瞬間に死んだ。ほんとだよ。何なんですか？いや、あれ？何この空間？何のための空間？これ、隠し要素もないしやね。あ、なんかあるか？よーく見るとなんかここに穴が。
頭がちょこっと入るぐらいの隙間が。でも、つかめたりはしないんですね。なんか水質悪いな、流れてないせいか。結局何だったんだこれ。水質にうるさい配信者。いや、ちょっとやっぱね、気になりますよね。LCL かなんかわからんが、水質。どうなってんのこれ。頭上に水が、落ちた。こっから下行けるか。さっきのバルブはここか？なんか入れそうで入れないとこ。そうだわ。さっきの、そうだわ、そうだわ。こっち来いみんな。こっちの方が水質いいぞ、多分。そうでもねえな。来ねえのかよ、あいつら。これは、開閉できると。どうなってんのこれ。降りとくか。挟まったら死ぬんかな、これ。ドキドキしますけど。どうですか？降りるだけか。なんすかこれ。このギミックをどう使えばいいんだ、これ。目的地が分からん。まあ、とりあえず上行くか。上に戻るか。魚の回遊環境を心配していく ちょっとね。てか、餌らしきもの全くないあの環境でどうやって暮らしてんだ、あいつら。とりあえず閉じとくか。そっか、魚の部屋から地上にまた戻ることができるんだな。こういうことですね。こう行くと、地上に戻れて、こっちに戻れて、で、足場を塞いであるから、あれ、これはなんだ、これは。これ、見落としてたな。なんか人間が、ケーブルに繋がれてて。これあれか、リンボーでもあった、重力が逆になってる世界か、これ。多分そうだな。
これはスイッチ押したりできないんだ。さっき開いてたのがここか。で、これを引くと、ここまでしか上がらん。降りると、降りてもこんなもんか。わからんな。多分上に行くんだな、これ。上に行って水の中に入って、水の中を泳いでいきましょうっていうルートだと思うんだけど、これを使って上に行きたいんだが、これではちょっと力不足であると。一度解いてるはずなのにすっかり忘れてた。思い出しました。あは。こっち関係あんのかな？こっちはもうない、なんもないのか。待てよ。こういくしょ？なんか他にスイッチとかないのかな？スイッチらしきもの。例えばなんか、水を抜くとか水位を変えるとか、そういったものはありませんね。この空間が何のために用意されてるかよくわかんないんだよな。これは押し引きできないですね。違うな。押し引きできない。できないけど、お、殴ったら折れる？折れるか？よし、そのまま叩き落ちちまえ。叩き落ちちまえ。 違うな。本来ならもうとっくに折れてるだろ。違うわ、これは。この状態で、あの箱を引っ張ったりして持ってこられないかな。この状態だと多分動かないから。違うなぁ。違うな。
回数要求しすぎだろうって そうだよね。あれ、わかんねえな。なんか見落としてるスイッチどっかにあるんじゃねえかな。これだけのギミックで解けるとあんまり思えないんだよな。ちなみにこれは1回開けたらもう閉められないのかな？閉められないな。これの開け閉めは多分関係ない。あ、なんか、スティームメッセージ来た。今日あれですよ。ポータルちょっとプレゼントしたんですよね、フレンドに。60円だったからさ、さすがにさ、ちょっと待てよ。ここは、ここは上まで水が満ちていると。なんか見落としてるアイテム拾えるものとかないかな。これはこうでしょ。で、これはなんか押せるスイッチもないしね。登れない。壁になんかボタンみたいに見えるんだけどな。あれは関係ないのか。壁になんかボタン的な丸いものがあるんだけど、まあ届かないから違うか。はしごみたいなものもない。え、これ、全く予想がつかねえ。とりあえずは、これを押したりできないか。これ押したりして下に持っていけないか。押せねえ。押したりして持っていけたらこう下に持ってきたりして。いや、違うか。いや、なんか、すごく難しいんですけど、これ。あとはこれだよな。これなんか押したり引いたりできそうだから。これ叩いて、よし、こうだ。わかった。え、これ持ってけるか？引っ張り上げるのは無理か。あ、じゃあ、この角度で飛ばせば、Yeah, baby! Yeah, baby! あ、わかった。あと同じやな。これは、シャコ。サクセスフリートランスファード。
お、配り放題のタイミング。いや、本当、ウィッシュリストにいて、で、もう1、2年、スティームにログインしてない人を除いて、全員に配った。全員つっても3人ぐらいなんだけど、それは180円だからね。安すぎる。1と2配ったかな。さあ、これなんですが、なんかさ、壁にさ、スイッチみたいのがあったじゃん。あれもしかしたら押せるんじゃないかなってことで、ちょっと持ってくわ。あれあれ。なんかスイッチめいたものに見えるんだよな。ただ、薄ぼんやりしてて、見えない、暗くて見えないんだけど。スイッチだった。え、こっち正規ルート？あ、暗っ。暗っ。もう一回スイッチ押せば上行けるな。まあだからここはもう解けたと言ってよい。じゃあ、もう一つの問題。これですけれど、これを、ああ、大きさは同じなんだな。ああ、ダメか。ああ、これじゃダメだな。やっぱりこれをこうやって、こうじゃないですか。で、カモン、カモンベイビー、ベイビーカモン。ってことは、こうやな。こうやって、その間にこれをこう、違うねー。これは違うね。あ、こうか。ウェイ。うわー、なんかちょっと気持ち悪いですね。このビジュアル。え、動いてるんですけど。生きてんの？え、これどっちが正規ルートなんだ？わかんねあそこなんか扉があるから、あれ正規ルートかな？ということは、さっきの方がおそらくボーナスルートかな。ボーナスルート行ってみよう。あれ、これ、高さがある。あ、やっぱこっち正規ルートなんだ。こっから始まるってことは。あ、もう戻れないんかーい。いや、俺は諦めんぞ。箱の上に落ちれば多分助かるだろう。おい。死ぬんかい！ダメです。落下の衝撃を散らすのだ。押せそうなスイッチがあるのワクワク感あるね。二段ロケットからの黒。だよ。落下の衝撃を散らす。あ、落下の瞬間にジャンプキーとかで散らないか。まあ、そう、無理だな。あれはまた後日行くことにして、ここ開けるぞ。
開かない。あ、開いた。え、何この、何これ。そっか、重力が逆になってるから、あれは浮力というか。あ、おや？え、しかも2つある？これと、これと、お、おお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 
ですね。ただのロックだと、なんか綺麗になったぞ、これ。見てください、この。水質が最高です、これ。最高の水質です、これ。うわ、グラいいな、おい。グラが良い。綺麗なグラのフランシュタイ。解像度。大事そうなパーツ取っていけません。ハイレゾ水。うわー、なんか、一気になんか綺麗な感じになったわ。清潔屋です、清潔屋。これ。あ、また、あれだわ。操り人間たちが。ああ、なんか、でも結構、綺麗な感じの。あ、これ持ってけんの？なんか持ってけそうだから持ってくぞ、俺は。動かせるものね、大体持ってった方がいいから。うん。貧乏で学んだ。え？わーって。あ、これ出荷されてくんだ、これ。やめろー、やめろー、お前ら。あ、こっから始まるんだ。めちゃめちゃ優しいな。なんか壁にスイッチがあるけど、これは動かせないんか。あれ、なんか人がいるぞ。人が見えてる。これ、ん？水中なの？違うか。あ、水中なのかな？あ、水位が下がりますね。え、あ、違うんか。あ、なるほどね。これは空気中で、水面が下がってくるんですね。だからこうすると水に満たされると。あー。水面をこう下げて泳いでいけばいいのかな。
あれ？開いてない？開いてない？なんか手前にパソコンが見えますね。これつかめるかな？あ、はしごはつかんだりできないのか。え、これ以外なくね？今開いてるよね。あ、水がある程度降りてきたらドアが閉まるのか、シャッターが。あ、わかった。これは水の中を泳いでいくんですね、多分ね。これぐらいの水位にしといて、ジャンプで水の中に飛び込む。あれ？飛び込む。あれ？ 大人の腕力に締め落とされた。これ全部観測されてそう。そうだよね。なんかポータル的な監視されてるんじゃないかみたいな。この状態で水の中に入れれば、水の中を泳いで向こうまで行けるんだけど、それはどうもできないと。あ、待てよ。この箱をちょいと横に動かしてやね。で、水位をまたちょっとこうして、一回箱を落としてやらないとダメだな。箱を落とす。で、これぐらいにしといて、こうすれば天井の溝にダイブ。イージーピーズメン。なんだ。水質どうだ？ちょっと水質悪い、濁ってるな。れ？あれ、道がないんだけど。なんかこれ、つかめるのかな？つかめない。下行くか。おお。うおー。あ。なんか、監視員みたいな人がいますけど。ヘロー。ああ、挨拶しただけなのに、わし。なんかいじってる。お前ら、俺が見えてねえのかな？えい。I am mermaid. Mermaid. の水のぐらい良すぎるんだけど。
ッチが上にある。ということは、水位をこう、天井から下げていって、あそこにたどり着けばいいのかな。やばい、一回水から抜けちゃったから、もう一回水に入らないといけないね、これ。さあ、どうするか。あ、なんかある。押せばいいの、これ。上？あ、なんか、回すと、下がってきてる？そうでもないか。水下がってきてるか。え、なんか、もっとグリグリって動かないの、これ。なんかカリカリいってるけど、今一つ水位がどう変わってるか、変わってない気もしますね、これ。引っ張るわけじゃない、押すのか、これ。あっ、おおわお、ひー、汚な、あ、あれ生きてんの？わ、なんか異形の集団に、ちょっと、あ、なんか肉片が動いてるんですけど。え、これ、暗黒舞踏じゃない？これ。大ラクダ館とかさ、暗黒舞踏の人たちじゃない？これ。コンテンポラリーダンスの人たちじゃないの？や、やばいな、おい。完全に暗黒舞踏でしょ、これ。これとそっくりの人たちいるんですよ。まあ別に画像出さなくてもいいかもしれないけど。素っ裸でね、真っ白にボディーペインティングして街中で踊るっていう。三階塾、あ、三階塾とかありましたね。あ、いいや、ちょっと脱線しすぎや。この人たちにこうジャンプさせてもらって、この人たちっていうか人かどうか分かんないけど、なんか培養された方々。あれ？来てないか。なんか発育の悪いやつとかもあるな。こうやって見ると。相当発育の悪いのもいますね。あ、そっか。一回こいつら落ちてきたから、もう一回水位を戻して。これ、触れるかな？よっ、ほい、ガコン、よし。で、ここで俺は水の中に入って、ちなみに上は天井があると。なんかね、異形の人たちがついてきてるんですけど。
あいつら目あんのか？ そもそも。で、ここで、開けて、あ、ついてくるんだ、こいつら。仲間がどんどん増えてくる。どんどん仲間増えてくよ、これ。なんかハーメルンの笛吹きみたいになってますけど。あ、じゃあ、わし、向こうに、ここでお別れか？ああ。下どうなってんの、これ。あ、下別になんか、こういう感じなんだ。よいしょ。あ、死ぬか。あ、生きた。エレベーターか、これ。首ないやついる。趣味のダンス。悪そうなやつは大体友達。なんか点滴棒がありますけど、病院みたいな施設になってる。うおお、お前ら、すごいとこから来たな、お前ら。あ、これさっきのとこか。え、時間。5時過ぎなんだ、これで。あ、人が走ってるのが見える。結構遠いな。こいつらの息遣いが嫌なんだけど、うほほほとか言って、うーとか。なんか人が走ってんのは見えるけど、特にヒントはないみたいな。こいつら連れてじゃあまた別のとこ行くか。音楽が変わった？みんなで力を合わせれば 腕のないやつは手伝わないんだな、やっぱ。お ベト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 ってすごい音ですけど。なんかでけえな、おい。広いな、おい。これよく見つからないね、これで。あ、俺上がりたいっす。はい。お別れか。お、タバコがあるってことは、生活してる人がいる。この辺で生活の匂いがする。これ開けるか。これはもういかにももうなんかワーキングエリアな感じですけど。あ、なんか変なのいますよ。
なんか実験施設みたいな。どうしたお前。何何何。俺捕まんないのこれ。どうした、みんな、みんな外見て。どうした。どうした。どうした。みんな何見てるんだ。なんかはしごある。これが順路か。なんか使える箱かなんか。箱の類。あ、これ使えるか。めっちゃうるさい音立ててますけど。下から行くか。自由すぎないかこの少年。お。人間作ろうとして失敗したみたいな会見。そうだね。エヴァンゲリオンでもあんなのが出てきましたけど。見学はこちらです。これで外に出られるのか。あ、みんなが注目してたのは、これか。ん？やっほい。わしここやで。やっほい。なんか気づかれない。ちょっとでかい音立てちゃう。チラッと見た、一瞬。このスイッチは動かせないと。みんな何見てるんだよ、ちょっと。俺見られないまんま、こっち来ちゃったよ。よいしょ。What？ 落ちたら死ぬかな。地以外でも行くとこねえな。お、乗れた。おお。ぶつかることはできないんだこれ。この少年才能あるな。何でも操縦できるじゃん。あれ？これ以上は無理か。ああ、なんもない。なんもない。なんもない。あ、下にプールみたいなのか。あそこが目的地かな。だとしたら、思いっきり下に伸ばして、あ、いや、なんかあるな。なんか順路あるぞ。この影のグラフィックよ。影のグラフィックの良さよ。あ、待て、上か。上チラッと見とくか。上ではない。賢い。
坂しい少年か。坂しいですね、この少年。ああ、やっぱ水の中入っていく流れか。ほらー。え？これ巻き込まれたら死ぬやつじゃない？ああ、なんかしかも、水流の抵抗が。抵抗が結構強いですね。抵抗が強くて、待て、これ掴めるか。掴めるな。あ、なんか剥がれたんですけど、ただ単に。剥がれるだけなんかい。あ、なんか泡が出て、もう次々破壊していくな、この少年。この中に入れるのか？入れないな。あ、なんかある。あー、これでこの取っ手を引いたりするのか。うわ、綺麗。綺麗。この光のこの描写。もうね。この描写ですよ。この描写。ですよ。完全にこれですよ。完全にね。完全に MJ、これ。完全に MJ です、これ。光の描写が。ね。これですよ。これ。これですよ。見てください、これ。うわー、これ。MJ。はい。ちょっと待って。これを開けるだけではダメなのか。これが開いて、開き切ったとこで、上に泳ぐ。違いますね。違うね。これをこうして、よし、掴んだ。この状態で上、おお、なんか服が脱げた。あ、あ、こんにちは。さっきの見学者さんたち。すいません。ちょっと、フルチンですんませんけど。すいません。ちょっと、あ、ほんと、ほんとすいません。ちょっと。ほんとすいません。あ、さっき皆さんこれ見てたんですね、これ。すごいな、これは。これは異形ですね、これ。なんか、掴んだりできんのかな、これ。あ、取れた。なんか取れちゃった。え、よいしょ。あ、なんか取れちゃった。これ NG っすか、これ。すいませんけど。皆さんなんか呆然としてますが、なんかやめろ、中止中止みたいな、なんかハンドサイン送ってるんですけど、もうちょっとやっていいですか。やめるのために全裸少年ついでに脱粉。よいしょ。あ、なんか入っちゃった中に。あ、ちょっと、あ、私も取り込まれてしまったのだ。あ、取り込まれてこの生物となったのだ。取り込まれてしまったのだ。ちょっと、2019年一番気持ちの悪い主人公になったんですけど、ちょっと、たたり神やろ、これ、どう見ても。
当たり神なんですけど、すいませんね、なんかもう、こんな感じになっちゃったんですけど、本当。すいません、これ。あ、これ引っ張れるの、これ。なんかみんな後ずさりしてるけど。ちょっと、みんな逃げないで、ちょっと。よいしょ。はい、はい、どうも。はい、どうも、すいません。出てきてしまいました。はい。はい、はい、すいません。はい、はい、あ、ちょっとすいません。あ、ちょっとすいませんね、これ。すいません、これ。これどうもすいません、ほんと。ほんとすいません。すいません。ほんとすいません、これ。こうするつもりじゃなかったんですけど、ほんとすいません。すいませんね、マジ。マジすいません、これ。戻った方がいいかな、俺。あ、戻れないか、これ。もうちょっと、でも、こっち側何あるんだ、こっち。こっち、そういえばさっき行き止まりだったか。まあ、行き止まりか。下は？一応あれだな、泳いでるっていうか、なんかアメーバ的な動きではありますが。少年、食欲なくす外見。すいません、やらかしですね、これ。初見です。今、紹介しました。もう、なんていうかね。初見でこれだったらビビるよな。何ですか、このお餅はって。手足の生えたお餅が動いてますけど、何ですか。はい、すいません。はい、すいません。ちょっとすいません。はい、すいません。これぐらい引きちぎれるんじゃないか、俺たち強いから。新井さんはちょっと強いのだ。はい、すいません。はい、すいません。はい、ちょっと、順路戻っちゃってすいません。順路戻っちゃってすいません。あ、こっち行くと、あれじゃないか、仲間たちが。仲間たち。ちょっと、仲間たちじゃないか、君たち。あ、ついてきた。みんなも一体化しようよ。一体化コマンドないのかな。一体化コマンドはない。なんか、当たるだけで壁が崩れる？これ脆いのか、もしかして。よいしょ。あ、そういうわけでもない。上に行きたいな。よいしょ。汚ねえな、おい。なんか。あ、すいません。ちょっとエレベーター壊しちゃって、すいません。あ、すいません。あ、すいません。すいません。はい、すいません。はい、すいません。はい、すいません。よいしょ。よっこいしょ。あー、なんか、コンピューターラックみたい、サーバーラックみたいの、引っ張っちゃってすいません。すいません、マジで。マジすいません。すいません。はい、すいません。はい、すいません、これ、マジで。これ、使えるんだ、これ、こういう感じで。よいしょ。5時20分、すいませんね、皆さん。はい、すいません。なんか、小綺麗なオフィスで、あ、すいません。カフェテラス、どうもすいません。ちょっと、はい、すいません。はい、すいません。ちょっと、あ、なんか死んでるかな？何人か死んでしまったようだ。すいません。ちょっと。あれは仲間かな？仲間かな、これは。肉片か？
すいません、ちょっとまだまだこの旅を続けよう。これからもずっとずっとこの先も。はい、すいません。はい、すいません。はい、ちょっと申し訳ない。はい、ちょっと通りますよ。はい、通りますよ。はい、うわ、じゃあちょっと、ああ、ちょっとすいません。うわー、ちょっとこれは蘇生できないですね、これ。こうなっちゃうと蘇生できないな。すいません。カフェテリアが、どんなカフェテリアだよ。ちょっとこれ出たいんですけど、あ、体洗おう、ここで。あ、ちょっと洗えたかな。あ、なんかあるね。なんか運べるぞ。運べるものはなんか使えるはずだから、これ、あれか？上に持ち上げて、なんかこれスイッチか？あー、不器用か。不器用なのか。もうちょい、この辺で、不器用か。まだるっこしいな、この生物。よいしょ。なんか意思の統合がね、うまくできてないですよ、我々。ちょ、よいしょ。意思の統合がね、ちょっと、お前たち。よいしょ。これで上に持ち上げて、そう、身に知恵が回りかね。あ、まさにそうですね。日本にはいいあれですね、ことわざがありますね。当たってないんだよな。ちょっとマジイライラするんだけど。よいしょ。ああ、よいしょ。持って、あ、持ってない？持ち上げて、まず。で、この辺で上げれば、ほい。お、あ、なんだ。犬っころ。餌じゃない。餌じゃないからね。なんだこれ。ああ、なるほどね。さてどうするか。あ、さっきの棒を持ってきて重りにすればいいか。よいしょ。なんか遠くで人が見てるんですけど、ちょっと、はい、すいません。よいしょ、よいしょ。はい、すいません。すごい主人公だな、おい。ああー、ちょっとすいませんね、これ。うん、これどうなってんの、これ。なんか呆然としてる作業員がいるんですけど、ん、これ、お、開けてくれんの。ここにいるからさ。そうそう、お前は開けろよ、それを。
ええー、ありがとう。よっこいしょ。はい。から下行ってみるか、じゃあ。にゅるんと。おい。もうな、飛んじゃこのゲーム。よいしょ。いや、もう、動くたびにポロポロと肉片が、かけらが。壊すことだけは上手ですね。犬も困ってるじゃねえか。いい人か。あの人いい人だったな。マジいい人だった。あれ？天井になんかついてんだけど、背伸び。これが俺のできる精一杯の背伸び。後ろに5番、6番とかいうシャッターがあるな。これ、あ、投げちゃった。これ投げることできるんだね。ふわーっと。待てよ、これ持って、あのスイッチ的なものを、スイッチではなかった。なんか明るい電球みたいのがあるけど。ほい。あ、お、力技。あれ？焼却炉？これ。これ入ったら死ぬでしょ、これ多分。どうなるのこれ。入れないか、さすがに。体の一部焦げたような感じになってますけど。よいしょ。これをまた使うんかな。多少熱いくらいで平気だった。強すぎるだろ、この生物。あそこなんか飽きそうな感じもするな。いや、これをここに置いて、踏み台にして、踏み台にできる？できた。ジャンプはできない。なんか違うんだな。これをなんかするんだな。シュールすぎる。シュールすぎる。これ焼却炉入れてみっか。もう何も起きなそうだな。例えばこのパイプに当てるとかかな。関係ない。このパイプに当てるとどうだ？あ、でもこれスプリンクラーじゃない？これ。多分。放水用のなんかスプリンクラーに見えるから。なんか火災を起こせば。あ、やっぱりそうだ。これで水位が上がるとかかな。あ、なんか人が増えてる。
に水位上がってないね。あ、そっか。あれだわ。あの、燃やして、あそこに突っ込めばいいんじゃないか、これを。なんか火のマーク書いてあったから。あー、でもこれ、あれか。スプリンクラーが動いちゃうから、どうするかってことだな。これを燃えたまんま持ってくのは難しそう。あー、消えちゃうね。暑そう。いやー、消えちゃうな。スプリンクラーのオンオフどっかにないのか？スプリンクラーをオフにする何か方法。スイッチらしいものはない。すごいゲームだな、ワコツアー。どうも、スナンピさん。めちゃめちゃ面白いです、このゲーム。面白すぎる。この超展開、面白すぎる。なんとかして、これをこのまま、あー、消えちゃうね。あ、上を通せばいいのかな？上を通して投げれば、もしかしたら、この携帯になってから、そう、いや、俺、この携帯になったから、もうエンディングかなと思ったら、まだ普通に謎解きあるんだよね。うい。よし、これで火を持っていけるぞ。はい。えい。うわぁ。まだ謎解きさせるかっていうね。これ一応パズルゲーなんですけど、そこのポテトサラダがね、ポテトサラ、最初は可愛い少年だったのに。開いた。急げこの声のうーってハモる感じ、中村やーみたいな感じですよね。中村やーみたいな。とりあえず動かせるものは持っていく。なんか使えそうだな。ここで、あれに乗り込むのか？あ、ちょ、勢い余りすぎ。よいしょ。あ、動くか、これ。なんだこの絵。なんなんだこの絵は。
まだまだ俺のアドベンチャーは終わらへんでー。ぬるぬるぬる。ナイスキャッチ。これはなんていう玉袋ですか。マジひどいな、この玉袋。マジで。これを上に当てるのかな？届かない。ということは、一回置いて、あ、違う。これ自分でスイッチを入れることはできないのかな。これ引っ張ってできないっぽいな。できないから上の人にスイッチ入れてもらうんだ、これ多分。連携、まさかの連携プレイ。閉まんの早っ。ちょっとごめんなさい、ちょっとそのヘルメットの人、もう一回お願い。あ、めっちゃ優しいな、あの人。はいはい。おお、なんか群衆が見守っていますけど、行き止まりか。ちょっと雰囲気怖いっすね。いや、これもともとホラーゲームだからね。ホラー要素のあるパズル。あー、あれ、捨てられてしまったわし。閉めないで、閉めないで。とりあえず潜ってみるか。あれ、これさすがに行き止まりか、これは。あ、剥がれた。よし、この調子だ。剥がしてくぞ、わしは。よいしょよいしょ。これぐらいあればあれかな、外出られるかな。これぐらいの空間というか。あ、壊し放題や、これ。壊し放題よ、これ。はい。あ、お魚が。あー、外の世界か、これは。ていうか、この状態でさ、元の世界に戻ったらさ、マイナンバーとかどうすんの？マイナンバーとかさ、確定申告とかできなくないですか、これ。ないから、マイナンバーないから。あ、戸籍どうなるんだ、これ。コントロールうめえ。うまくね、スイッチ押せましたけど。水質問題。お、あ、なんか光が漏れてる。これは、みんなで押せば、押ささるんじゃないか、これ。北海道弁で言うところの。はい、押ささりそう、これ。助走つけて。えい。あ、自然界やがな、これ。ネイチャーです、今。あ、なんか削れてってるんですけど。削れて、ちょっとだいぶ小さくなったんですけど。え？操作効かないんだが。
え、これない、これ。固まった？これか、もしかして脱出してもこれはなんかし、ああ終わってもた、バッドエンドじゃねえか 要するに脱出したけど、もうすぐそこは海で、なんかこれは陸のこと、陸のことっていうか、まあ、孤島みたいなとこで、どこにもね、逃げ場所はなかったですよみたいな、そういうエンドかな、これは。鉄ねー 柔らかそうだけど、めっちゃ手生えてる。そうそう、手足生えてます。湯に放したらいけない生物 いやー、神ゲーだったら、スナンピーさんも、パソコン版もありますけど、パソコン版もあるんだけど、スティーム版、あ、じゃない、スイッチ版もあるので、ぜひね、ぜひちょっとこれ、一からプレイしてみてください。すごくいいゲームでした。エンディングはちょっとバッドエンドっていうか、あ、こういう感じなんだっていう、ちょっと悲しい終わり方なんですけど、なんかね、でもまあいいゲームでしたね。ストレスあんまり感じないゲームでしたね。ということで、はい、3日間にわたってお送りしてきたんだと思うんだけど、3日間かな？3日間にわたって、お送りしてきた、プレイデッドのインサイドですけど、あ、なんか自然にあれだ。2周目自然に始まるんだ、これ。最初はね、こういう可愛い男の子だったんですよ、これ。最初はね、こういう可愛い男の子で、で、できるアクションは、左右、あとジャンプ、あとね、こう、掴んだり押したり、引っ張ったりっていう、そういうキーがあるんですけど、なので、めちゃめちゃ、操作自体はめちゃくちゃ楽です。ただパズルなので、タイミングとか、これを引っ張ったらこうなるとか、このスイッチを押すと扉が開くとか、そういったところをですね、注意しながら、やらないといけません。まあ、最初はこう、なんかね、こう、隠れながら森の中をこう進んでいくっていう、そういうとこからゲームの内容が始まるんですけど、まあ、俺配信してるから画質がちょっとそんなでもないと思うんだけど、こう、見つかったら殺されてしまいます。このように。なので、今みたいに、こう物音を立てたら、隠れておくと。通り過ぎたら自分も動くっていうような感じで、まあね、エイムが必要とかそういうの全くないです。このタイミング、例えば、ここなんかが、その初めて掴むアクションが出てくるところですけど、塀が高くて登れないよと。で、このロッカーを、こうやって倒して、こういう感じですね。周りにあるものをまあ使っていきながらやっていきましょうと。そういうゲームです。はい。見つかると即死ぬし、高いところから落ちても死ぬし、
あと水の中もね、ずっと潜ってるとそれは当然死にます。息が続かないので。で、ここなんかもあれーってなるんだけど、ちょっと待てよと、使えるものないかなーって探して、これなんかどうだろうと。あ、そしたら、あ、動かせますねと。こういう感じで先に進んでいく。ゲーム難易度としては全然難しくないです。多分、小学生ぐらい。小学ね、1、2年だったらちょっと難しいかもしれないけど。あ、で、犬が追ってくるわけですね。うわー。よいしょー。そう。これ犬捕まると当然死ぬし、ここも、うまくつかめないと落下死します。ということで、簡単なミニパズルをちょこちょこ解きながら、ゴールを目指しましょうという、そういうゲームです。いやー、でもね、いや、マジ良ゲーだったな、これ。うん。本当にいいゲームでした。はい、というわけでね、エンディングテーマなんですけど、ぜひですね、いろんなプラットフォームで出てます。プレイステーション版も確か出てるし、Steam もで、パソコン版、Steam も出てるし、結局全部でどれぐらいプラットフォームあるんだ？ Windows、PS4、Switch、iOS、だから iPhone でもできるのかな？あと Xbox One。ということで、はい。ぜひね、ぜひぜひ、やってください。雰囲気最高です。で、なんか、パッと見、グラフィック大したことないなって思うかもしれないけど、実際プレイするとわかるけど、光の当たり方、反射の仕方とか、水の中の、水の揺らめきであったり、気泡であったり、すごく細かいところに、気を使ったグラフィックになってて、簡素だけど、決してグラフィック手抜いてるわけじゃない。すごく綺麗なゲームです。いつものタイマーのテーマ、タイマーのテーマじゃない。タイマーのテーマじゃない。というわけでね、はい。Thank you for watching my stream. See you next time. Goodbye. ちなみに、この後は、ニアオートマータの、リベンジをやるか、パソコン版クロノトリガーをやるか、あるいはね、ちょっと面白そうなゲームをサマーセールで買ったりしたので、それをテストプレイをやるか、ちょっと悩んでます。やるゲームがたくさんあるというのは非常にね、幸せなことですけれど。はい。See you! 終わりなんですか？あ、お茶さん、終わり。終わり。あ、またでもね、ちょっと休憩入れて別のゲームやろうかな。今、インサイドクリアしたとこでした。はい。さよなら。彼が生きたい。